こんばんは。8月31日月曜日のニュースをお伝えします。はじめに今日の主な内容です。北京では新学年が始まり、新型コロナの予防対策の一環として学年別にずらして学校を再開しました。8日間にわたって行われた第10回北京国際映画祭が29日に閉幕しました。そして後半はトップハイライトのコーナーです。中国共産党中央委員会第7回チベット活動会議が北京で開かれ、習近平総書記が談話を発表しました。王毅国務院兼外交部長はフランスでルドリアン外相と会談を行いました。以上が今日の主な内容です。北京では新学年が始まり、新型コロナ感染症予防抑制の一環として学年別にずらして学校を再開しました。29日、北京市内およそ59万人の小学1年生、一部の中学生、高校生が登校しました。関連部門の規定により、学校への負担を軽減するため、北京市は開校時期をずらす措置を取っています。8月29日に高校が新学期を開始し、小学校と中学校は8月29日、9月1日、9月7日の3つの時期に分けて学生を迎えます。再開初日、学校側は新入生歓迎の活動を行い、学生が学校生活にいち早く順応できるように支援しました。また北京の幼稚園は9月8日と9月11日に開園します。学習塾に相当する課外教育機関は8月29日からオフラインクラスの再開申請を提出することができます。第10回北京国際映画祭は、厳格な感染症予防抑制管理のもと8日間にわたって行われ、29日に閉幕しました。映画祭はもともと4月に行われる予定でしたが、新型コロナウイルスの発生によって延期され、8月の開催となりました。期間中は300を超える中国映画や国際映画の上映が行われ、今回は野外上映が初めて設けられました。また10のテーマフォーラムも開催されました。計829件の新作映画プロジェクトが発表され、映画祭期間中に330億9000万元およそ5125億円に上る契約が結ばれました。これはどちらも過去最高の記録になったということです。続いてはトップハイライトのコーナーです。中国共産党中央委員会第7回チベット活動会議が28日と29日北京で開かれました。習近平中国共産党中央委員会総書記、国家主席、中央軍事委員会主席は会議で、新時代における党のチベットガバナンスの方針や政策を全面的に貫き、団結、裕福、文明、調和の取れた美しい社会主義の現代化された新チベットの建設に最善を尽くすべきだ。チベットに関する取り組みは祖国統一の擁護、民族団結の強化の立場を堅持しなくてはならない。また民衆に対する教育と指導を強化するとともに、分裂との戦いに民衆を幅広く動員させ、安定維持のために強固な壁を築いていくと強調しました。現地時間29日、王毅国務院兼外交部長はフランスでルドリアン外相と会談を行いました。席上王部長は、予防抑制が常態化している中、初めての外遊先をフランスに決めたことは、自主独立した大国であるフランスと世界で重要な一極としての EU を重視している証である。中国はフランスと手を携えて両国関係をさらに発展し、中央協力を進化させ、多国主義を一層守っていきたいと述べました。28日、中国東部の浙江省杭州市で、トラベラーズチェックとクレジットカードの発行元であるアメックス、アメリカンエキスプレスの合弁会社の発足式が行われました。合弁会社は中国銀聯、チャイナユニオンペイに次ぐ中国で2番目の銀行カード決済機関となり、中国と外国の合同による最初の銀行カード決済機関でもあります。免許取得後は
アメックスの銀行カードが中国で発行されることになり、関連ビジネスを処理することができます。より多くの中国人がアメックスカードを使用できるようになれば、中国通貨の国際化に大きなメリットがあると見られています。中国証券監督管理委員会は28日、アメリカ資産運用会社大手ブラックロックからの新しい公的ファンド会社を設立する申請を承認しました。この会社は資金の公募を処理する民間資金管理ライセンスを持つ最初の完全外資企業です。新会社は上海に本社を置き、資本金3億元、およそ46億円を登録しています。その事業範囲には投資信託管理、ファンド販売、民間資産管理が含まれています。以上、今日のニュース、星がお伝えしました。